飛び去った悪竜は縄文近くで休むことにした。昼間なのに守衛がおらん。死を恐れたんじゃろうか。悪竜が堂々とここで休んでいると、すぐに姫様一行が追いついてきた。最初に悪竜を見つけたのは、最前列で道を切り開く忠実な騎士だ。なんて傲慢な悪竜だ。姫様に近づけないと私は陛下に約束した。旅立ちの時自信満々だった策士ならいい手があるかもしれない。何せどんな困難や危機も無事に乗り越えてきたらしい。無謀なものは無謀ゆえに損失を受けた。お考えの深い策士こそ知恵を持つはずだ。万全な策がないまま悪竜に挑むべきじゃない。忠実な侍従は気を抜かず、見た情報を他の者に囁いた。悪竜が休んでいるうちにじっくり策を練りましょう。すると姫は悪竜を起こさないようそっと近づいた。無謀な戦いをしてはいけない。あなたが悪竜に気づいたおかげで主導権を握れるわ。もったいないお言葉です。責務を全うしただけですから。いいえ、賞罰を公平に与えるのは当然のこと。名誉を謙遜する必要はないわ。策士がついてきませんね。よろよろと歩いて何か困りごとかしら。悪竜の災いを鎮めるいい案があるそうです。良策が多すぎて迷っているのやも。しかし何を言っても慎重な策士は無言のままで冴えない表情をしていた。勇者様、悪竜はすぐそこ。どうか妙策をご教示ください。妙策？予想した状況とかけ離れていて策の修正に時間がかかりそうだ。かまやせん。夕方まで策を練るには十分な時間じゃろう。悪竜が喋った。たぬき寝入りで私たちが引っかかるのを待っていたのね。勇者オツはすっかり怯えて慈悲を請うように地面に突っ伏した。そしてごめんなさいとつぶやくと躊躇なく城門へと逃げていった。姫と忠実な侍従は慌てて後を追い、残された悪竜は失笑してしまった。国王と来たら散々抵抗しよると思ったが、
なんとも愉快で腹いっぱいじゃ。忠実な侍従に逃げた作詞を探させ、姫は悪竜の監視に戻った。まさか作詞は口だけで役立つ策なんて出せないの？ならどうやって国の平和を守れば。奇襲で討伐できたはずが、今はあちらが英気を養って待ち伏せている。作詞が逃げたせいで私の侍従も後を追っているわ。守衛のいない城の門は開け放たれて、無防備の姿を晒している。遅れてきた老練な守衛は酔っていたが、足取りはしっかりしていた。主治肉林に女、平和な時代は実に良かった。裕福な家の偉い奴らは俺たち小物の苦労なんて知る由もない。何が悪竜で作詞だ、でたらめに過ぎんさ。目も耳も衰えて、手は震えるし腰も痛い。絶対に俺の出る幕じゃないよな。若い守衛が小さな教えを受けたが、王国を守りたい気持ちは変わらなかった。姫様のためにあの悪竜を許さない。作詞は尻尾を巻いて逃げ出すし、酔っ払いの先輩も信用できない。僕しかいない。前線に立って危機に瀕した王国を救い救い腹がまさかダメだ、我慢できない。あ、逃げた。変なものを食うなと散々言ったのに、やっぱりお腹を壊して。劇はまだ終わっていないのに、誰か代役を探さないと。あのバカ、こんなに素晴らしい舞台への出演を不意にするなんて。僕はな、僕だって出演したかったのに。だけどチャンスがなくて。なら今がチャンスじゃないか。劇団の稽古は見たことあるけど、やっぱり本物の役者じゃないし。けどお前は本物の守衛だぞ。逃げた奴は前線に立ってまで行ったのに、急にいなくなっちゃったんだ。そんな、舞台劇を鑑賞する観客の願いを守るのも守衛の役目だろ。でもこれはお前の念願の出演チャンスだろ。みんなが待ってるんだ、迷ってる暇はないぞ。早くこいつを連れて行こうぜ。この流れならこうかな。悪竜よ、僕の挑戦を受け入れろ。
ハハハ、よいぞ。その腕、善竜たるわしに見せてみよう。激戦の幕が切られたところに忠実な侍従がやっと戻ってきた。策士が見つからず、血気盛んな若者が不覚を取っていませんように。あ、一歩遅かった。私は姫様を守らねばならないのに。嘆いても遅い。すでに悪竜は彼に興味を持ってしまっていた。無謀な行動に出た守衛の夢を悪竜はいとも簡単に飲み込んだ。普段から自分の力を見極めていればこんな結果には。腹を満たすほどではないが満足できる前菜じゃ。量は寂しいが味は称賛に値する。食前の楽しみがこれほどあれば晩餐はさらに美味になるじゃろう。悪竜は皆の叫びに耳も貸さず舌鼓を打って城門から飛び去っていく。郊外にあるとっておきの湖畔、そよ風と緑の前には心まで爽やかになる。悪竜はここへ降り立ち一休みすることにした。遠くの城は木に止まる小鳥のようじゃな。小人は晩餐を用意してくれたじゃろうか。真昼の地面は暑すぎる。日陰に移った方が良さそうじゃの。美食のためにはるばるやってきたが、用事を言いつけたら腹が減ってしまったわい。もし奴が応じなければ堪忍袋の尾も切れてしまうやもしれんな。こうして木陰で休んでいると向こうから商人のような男が慌ただしくやってきた。騒がしい奴のせいで大して商売しないうちに店じまいだ。行商人とはいえ長い道のりを生きてきたんだ。なのにあれがこの国のおもてなしってわけか。あの大声の奴とんでもないぜ。長年商売をやってきてあんな理不尽な買い手は初めて見た。値段が高けりゃ涙ながらにたかられた。値段を安くすりゃ商品の品質が悪いときた。どこかの目利きかと思って値切ってやったが、結局もてあそばれただけじゃないか。物を買う気なんか最初からなくて、買い物って挑戦にただ負けたくなかったんだ。商人が毒づいていると、またご立腹の人がやってきた。
立ってた。ついてない。悪竜を追いかけなきゃなのに、わけのわからん奴の相手をする暇はないんだ。冒険者として悪竜を放っておけない。あいつ、思い出しただけで腹が立つ。奴の肩書きを知らないと言ったら大きな過ちかのようにしつこく言ってきて、その上悪竜を追っても無駄だ、勝ちたいだけか、なんて言って僕を侮辱したんだ。悪竜、出てこい。無意味な抵抗はやめろ。この声、やつだ。きっとやつだ。クレ、また新しい宝物を見つけたよ。騒がしい小人じゃ、姿も見んうちに気分を害されるとはの。猛暑にも負けぬ勢いで悪竜を追いかけてきたのは武勇に名高き英傑であった。俺は随分有名みたいだ。悪竜でさえひるんで魂が抜けたらしい。小人のくせに大口を叩きおる。善竜も放っておけんの。やっと現れたな、悪竜。探す手間が省けたぜ。意気揚々じゃが、何時の夢はいかなるものか垣間見てやろう。悪竜、なぜ黙る。ああ、さては俺の夢が偉大すぎて飲み込めないんだな。名高き英傑と悪竜が対峙していると心配した姫様一行がようやくたどり着いた。無名の侍従も戦場に目を光らせ、英傑の言葉に闘志をかきたてられていた。恐れなどないようで羨ましい。私にも勇気を示せる機会があれば。おい悪竜、話すのも怖いのか。この後に及んでおじけづいたか。この夢は大きく見えるが空虚じゃ。心配せずとも悪、善竜であるわしは食すかどうか迷っておるだけじゃ。口さがない奴め、敵に回っただけでよくも俺を蹴らしてくれたな。尊敬できる相手だと思っていたのに、こんなに陰険な策に出ると。英傑である俺は決してお前の感知に屈しない。悪竜よ、恥を知れ。彼の熱弁に姫も今まで押し殺してきた心の炎を抑えられなくなった。平和の進出にはとうに飽いた。いつになれば最前線で共に戦えるの。反論が面倒だっただけじゃが、善竜たるわしは追い詰められんとしている。前菜を食べ過ぎると食欲が減るが、こだわらずとも良いじゃろう。そう言って悪竜は英傑の夢を丸呑みにし、皆を驚愕させた。思った通り、
サクサクとして食感だけは最高じゃ。英傑があっさり倒されるなんて、彼は本物でなく、ただ演説に秀でたものだったのね。名声に見合う実力を持っていなかったようです。虚勢を張ればいずれ新参をなめる。悪竜の腹は満たされず、一行はただ彼の飛び去っていく姿を見送った。これまた新しい宝物を見つけたよ。これはクレイの騎士団で生きるための心得だよ。だっただ姫様一行は悪竜の追悼を誓い郊外にやってきた。忠実な侍従が先頭で文句も言わず総称の荷物を運ぶ。自称百戦錬磨の竜殺しの総称は彼を見下すが、侍従はそれを受け流す。無数の竜を殺めてきた彼に対し、私は無名の侍従、二運びくらいしかできません。石の中のこの剣は秘宝中の秘宝、選ばれし英雄にしか操れません。百戦錬磨の竜殺しの総称が剣で悪竜をどう裁くのか、実に見ものです。その時村で一休みしようと悪竜が舞い降りてきた。どれ、黄金の夢はどこじゃろうな。悪竜よ、俺の肩書きを知るならばさっさと去るがいい。使い古された決まり文句じゃの、笑ってしまうわ。俺は見識があるから大目に見てやる。だが気をつけろ、俺が真の力を見せたとき、後悔しても遅いからな。実力もないくせに大口を叩きおる。真の実力があるならば、全竜たるわしに見せてみよう。そこへ、尊いお方も足跡をたどってやってきた。悪竜を王国から追い出すのは私の役目。尊い姫様よ、悪竜に挑む許可をくれ。幾度も戦い宝を手にしてきた俺にとっちゃお安い御用だ。許します。凶暴ですからどうか気をつけて。谷に潜む毒竜を倒した時の財宝から一番貴重なのを選んできた。このマントがあれば誰にも俺が見えまい。人混みの中から奇襲されようとしてるとは思わねえだろ。強いのかと思いきや無意味な潜伏とは、もしやこれは茶番か。臆病者が逃げようとしておるだけやもしれん。透明マントで隠れた彼を誰が軽眼で見つけられるのか。よくも俺の名声を怪我してくれた。熟練者に恐れるものなし。立ち去るよう促したのに好意を無にするとは、さすが悪竜だ。奥の手を使わせて後悔しても遅いぞ。無駄に頭を絞らずとも、見せるものがあるならばさっさと見せろ。ここじゃ不便だ。向こうでな。
悪竜は何も言わず笑ったのか笑わないのか、ともかく彼に同意した。キラキラしてる。わあ。悪竜はすぐに総将が指定した場所へ降り立つ。姫様とその忠実な侍従も小走りで後をかけてきた。総将は逡巡する。何か策を練っているらしい。悪竜よ、見せてやろう竜殺しのやり方を。表現を超え山を登り秘境に潜り強欲な竜を撃ち、俺は真の英雄にしか握れない唯一の宝剣を手に入れた。察するならばこの場を去れ。さもないと鋭利な宝剣は竜の鱗をも貫くぞ。小賢しい真似を。小人よ、無駄な努力はやめ。わしはかばさんし叫んぞ。剣を抜いて思う存分切ればよい。野獣馬の村人たちは珍しがった。腕が鳴り正体を確かめんとする者もいた。立ち向かう農民、農具に慣れた手は果たして剣の柄を握れるだろうか。体力と気力なら王宮の奴らに必ずしも劣らない。あ、ダメだ。力には自信があったがこいつは無理だ。渾身の力を込めても石の中の剣は微動だにしなかった。姫様と忠実な侍従はそれぞれの理由で挑戦を見送った。黙って見てきた悪竜もついに我慢の限界に達す。はあ、口争いにはもう飽いた。いつになれば真の腕を見せてくれるんじゃ。先延ばしせずに今すぐ剣を抜くがよい。竜殺しの総称は言いなりになどならない。熟練の竜殺しなんぞどこによる。口だけは確かに他より回るがの。総称などと笑わせおってそこな子供に聞けばよい。何時のことを見抜いておるわ。悪竜の言う通り、小人の小人も鎧の下の本心を見抜くのだろうか。歌の中の悪竜だ。思ったより大きい。でも怖くないよ。ピカピカの鎧、なんで震えてるの？そんなに口を開けてるのに何も話さないの？感触は本意ではないが、せっかく届いた歌詞に手をつけん道理はないの。悪竜は大口を開けて竜殺しの総称の夢を飲み込んだ。思った通り、腐り果てた夢は理想的な食べ物とは言えぬ。こやつの夢は腐ったリンゴ、食うても歯が浮くだけじゃ。ああ、総称が負けてしまいました。戦いの話はただの自慢だったのね。饒舌は彼を救わなかった。夢を失った
無力な竜殺しの総称だけを残して悪竜は飛び去った。賓客よ、お待ちよ。これまで4幕をご覧になったでしょう。楽しんでもらえたかな。注目の舞台がついに幕を開ける。ああ、ドキドキワクワクが止まらないな。舞台裏でまだ仕事があるので同行できないことを許してくれたまえ。それじゃまた注目の舞台で会おう。いざ。はっ。西に太陽が沈み、東に幻月が昇ろうとしている。期限が迫る中、私はまだ旅の目的を成し終えていない。名高き勇者たちはついに現状を変えることはできなかった。出発前、私は自ら悪竜を討伐すると誓った。なのに今になってこの誓いが人に笑われないか心配している。姫様が役目に悩んでおられる。忠実な侍従として悩みを分かち合わねば。私は肩書きすらありません。王宮にいられたのは姫様の重用のおかげです。勇者についてはともかく、姫様のお人柄や勤勉さはよく存じ上げています。姫様、どうかご自分を軽蔑しないでください。これを機に勇者たちの過ちを考えましょう。その言葉、一理あるわ。彼らの言動を思い出してみましょう。中身のない身の程知らず、口ばかりで結果も出せなかったもの、姫は思い出した。俺は英傑を自称していたが、実はただの身の程知らずで、それを見抜かれた。強敵に対峙できる実力などない。だが脆い苔剣も捨てがたかった。口が悪い。ただ他人に舐められるのを怖がっていただけだ。悪竜の言う通り、英傑の夢は見かけ倒しだったわ。度胸はあったけれど、見合う実力を持たなかった。万全の策があると誓っておきながら、戦いで逃げ出したのは誰か。姫は思い出した。保身のために役目を他人に投げ、逃げることしか考えてなかった。妙策が思いつくと思ったが、どうやったら逃げられるかしか考えられなかった。危機を乗り越えてきた。毎回恥知らずにも仲間を見捨ててきたことを皆知らなかっただけだ。策士の彼に策は一つもなかったわ。危機を前に責任を全うできなかった。慎重さは大切だけど、責務を放棄し危ない橋は他人に渡らせるなんて言葉にできないわ。大口は叩くが、現実を恐れ過去の栄光を披露するばかりであったのは誰か。姫は思い出した。歴戦の収穫は
俺が本物だと証明してくれる。実力差の大きいやつと戦いたくなかっただけだ。リスクを避けて利を取るのは本能だろう。もう功績を挙げたし、国に命を捧げる理由なんかない。彼の経歴が本物かどうかはさておき、過去の栄光にすがるのは褒められないわ。彼の精神はとうに腐り、気高さと夢を忘れてしまった。さらに彼はその暴質さえも誇った。ああ、彼らは使命を果たせなかったかもしれないけど、私こそ決心とこの再建のみでどうやって悪竜に立ち向かうというのでしょう。私は姫様のおそばにいた傍観者にすぎませんが、高みの見物を決め込む志だけのお方ではない。仲間を危機にさらす薄情者でもありません。姫様の前向きさと勤勉さ、そして黄金の夢は私にもはっきり見えます。私の尊い姫よ、どうかご自分を軽蔑なさらないで、自分を、自分の夢を信じましょう。あなたならきっと悪竜を打ち倒せます。いかにも宝箱が埋まってないかな。ランラランん。約束の時間はもうすぐだ。悪竜は待ちきれず我竜となり果てていた。昼間に感触をたくさんしたが、生産の代わりにはならぬ。おやつはあくまでもおやつ。味が違おうとも腹をひととき満たせるに過ぎん。それにうまいとも言えんかった。むしろ吐くくらいのもんじゃ。もう黄金の夢しかわしを満たすことはできんじゃろう。侍従は悪竜を観察するためそっと近づいた。敬愛するお方のためなら恐れることなどない。これは王様との約束のためだけじゃない。ただ彼女の夢が叶うことを祈っているから。今の状況では難しいかもしれないが、あれ、悪竜の様子がおかしい。胸を塞いで何かつぶやいている。どれどれ。食欲に抗うべきじゃった。それに小人を侮りすぎた。胃の中が狂ったようにもたれて、小人に構う余裕などありません。忠実な侍従は大喜びでその情報を姫に伝えた。今心は勇気に満ち溢れ、誇りを持って再建を振り上げられるわ。胸元です。固い皮のない唯一の弱点があります。この機を逃さず、弱った今こそ撃つべきです。悪竜よ、王国の平和のためあなたに挑戦を挑む。はっ、卑怯な小人め。こうして姫様の渾身の一撃は悪竜を撃った。気高さと夢を諦めない限り、世界の扉は開いてくれる。忠実な侍従よ、今までついてきてくれてありがとう。あなたは決して無名の人ではないわ。最近の流行に合わせ、このような称号がふさわしいでしょう。城内絶望も砕け散る漆黒の翼、聖なる裁きを下す侍従。無名の者はついに名を手に入れた。
このように姫は自らの手で悪竜を退治し、王国の平和を守りきったのであった。めでたし、めでたし。ああ、劇が無事に終わった。劇を作り上げた役者たち、そして見てくれた観客の皆さん、ありがとう。もちろん旅人閣下とパイモン閣下にも感謝する。君たちの情熱に満ちた視線、まるで悪竜の灼熱の吐息だった。ああ、剣を持つ王女だ。まあ、それは三勇者だって実は4人いるみたいな感じさ。とにかく重要なのは手に握る剣じゃない、心に握る勇気の剣だ。本題に戻るが、劇も無事終わったことだし、せっかくだから旅人とパイモン閣下に劇団のみんなと一緒に記念写真を撮ってもらいたいんだ。さあ断らないでくれよ。フレ、また新しい宝物を見つけたよ。みんな準備できたか。3、2、1、よっしゃー。うわー、お前テンションが高すぎるぞ。こんな写真になっちゃったけど大丈夫？大丈夫さ、記念用なんだから特別な方がいい。旅人閣下にパイモン閣下、改めて感謝するよ。ああ、夏、素晴らしき夏。楽しい時間はいつもあっという間だ。終わらない演出のような日々であればいいのに。